回の動画なんですけれども、今回はですね、夏野菜を使ったレシピっていうのを作っていきたいと思います。ということで、この夏野菜の中でも自分は特にナスが好きなんですよ。ナスめちゃくちゃうまくないですか。ということで、今回はですね、そんなナスをバカ食いできてビールもバカ飲みできるようなめちゃめちゃうまいおつまみのレシピっていうのを作っていきたいと思います。それでは早速調理開始。それではまずナスを蒸していきましょう。今回はね、大体3本ぐらい使っていきましょうかね。で、ナスを軽く洗ったら、爪楊枝でナスに数箇所穴を開けます。こんな感じでね、ツン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 と、こんなもんでいいかな。ツンツンツン。そしてこちらを1本ずつラップに包んで、こちらを電子レンジに入れて600ワットで3分間加熱します。ナスを待ってる間にナスにかけるタレを作っていきましょう。長ネギ15センチぐらいをみじん切りに、大葉を5枚ほど、醤油大さじ1、酢大さじ1、いりごま大さじ1、ごま油大さじ2分の1、砂糖大さじ2分の1、生姜チューブ2センチほど。そしたらこちらを混ぜ合わせます。これで香味ダレの完成でございます。そしてナスを冷水の中にさらします。おっとっとっと、ナスの粗熱が取れたらこちらを手で裂いて、先ほどのタレをかけてあげれば、さあということで完成です。いやー、どうでしょう、このこんもりと盛られた香味ダレ、ナスも手で裂けるぐらいトロトロになってめちゃめちゃうまそうです。ナスがバクバクと食べられるナスの香味ダレ、一体どんなお味なんでしょうか。さあということで、めちゃめちゃうまそうに仕上がりました。早速食べていきましょう。さあということで、完成いたしましたので早速食べていきましょう。いただきます。いや、もうこれはね、間違いないですよ、これは。ということで、この大きめのね、大きめのナスに香味ダレをしっかりとつけて、うわー、うまそう。いやー、これやばい、ナスの旨味がね、存分に味わえますね。いや、本当にね、これもうナス何本でもいけちゃいますよ。いや、もうこれはちょっとね、ビール飲まなきゃやってらんないってことで、ちょっとビールの方飲んでいきたいと思います。今回はね、本気にいただいていきます。さあということで、飲んでいきましょうかね。乾杯。
や、このナスの香味だれ漬けとのね、相性抜群ですね。いやー、これはこの季節間違いないね。よくできました。いやー、これマジでうまいな。この香味だれのこの薬味が好きな方はネギと大葉多くしてもいいでしょうし、あとみょうがとかね、入れてもね、かなり美味しくなるんじゃないのかなというふうに思いました。さあ、ということでこちらの動画を見て、ナスの香味だれ漬け食べたいなとか、ビール飲みたいなと思った方は、ぜひグッドボタンと下のチャンネル登録ボタンを押してくれたら嬉しいです。さあ、ということで本日も美味しく晩酌させていただきました。よー、ごちそうさまでした。